こんにちは、ヒロと申します。今回の動画は、本日3月11日、復刻ガチャ予想を予想していたんですけど、見事ね、復刻が来て、イングリッシュリーグミッドフィルダーズ登場しました。なんでそこやねん、マジで。昨日の動画では、フリットとか、ビエラ来るといいねって話してたんだけど、謎チョイス、本当に。去年ね、ルーンメニゲ、シュマイケルだっただけに、期待値が高すぎたね。この流れで来週も復刻来るのかもね。今週もしアップデートがなかったら、来週も復刻の流れになるのかなと思います。いや、それにしてもこのメンツか。ケレレとかもね、いい選手なんだけど、獲得必須級かって言われると微妙なところで、そこもね、踏まえて話していくんですけど、今回は、ガチャ全体見て、獲得必須級なのか、そして、他バージョン、他の選手と比較していこうかなと思います。前回登場した時に、しっかり145連引いて、全員獲得しました。で、その時にハイライト、いつも通り8名だったんだけど、今回2人1走になってんだよね。選手名忘れちゃったんだけど、遺跡とかの関係なのかなと思います。ハイライトで言うと、ジョエリントン、守備能力高くて、どこでも起用できる、面白い選手になってるんですけど、もう一人、優秀な選手いて、ロドリですね。ショータムより強いからね、このバージョンは。ただね、やっぱスピシュンが遅いし、今ね、指名契約権で獲得できるということで、別に狙わなくていいのかなっていう選手ですね。で、露出キーはね、そんな使ってないんだけど、ベッカムとマケレレに関しては、400試合以上使っているんで、ある程度の使用感、そして評価はね、固まっているんで、そこも踏まえて話していこうかなと思います。で、まずベッカムですね。クローサーの選手で、マドリー版と違って、右ウィングができますね。その分、DMF ができないんだけど、あまりベッカムボランチで使う方いないのかなと思います。で、プレイスタイル、クローサープラス、ブースターがフリーキックプラス2で、初期能力でこんな感じ。やっぱパスと、決定力もしっかりありますし、プレスキック、カブももちろん上手いと。ただやっぱスピッシュン、ドリブルがね、初期能力60台なんで、なかなか厳しい。スキル構成、根幹ミドル、ワンパス、ルーパス、そして闘争心と。いいもの持ってるんですけどね。今の環境やれるかと言われると、ちょっと難しいのかなと思います。ただ自分はベッカム大好きなんで、底引き覚悟で引いたらしっかりね、145回目で出ました。で、過去バージョンとの比較もやっていくんですけど、こちらマドリー版ですね。シムフ育成で比較していこうかな。お任せでこんな感じですね。こう見ると、パス、守備能力、負けていて、その分、スピード、スタミナ、そして決定力も高いんで、明確な使い分けはできるのかなと思います。ユナイテッドベッカムは、サイドで起用して、マドリー・ベッカムは、中盤、真ん中で使う選手として強みがあるのかなと思います。マドリー版持ってたら乗り換えはしなくていいと思いますね。で、実際、ベッカム400試合以上使っていて、スキル構成は自分こんな感じですね。ダブタワンシュー、インターセプト、アシューラ、アウトスピン。これでもう完成させていて、やっぱり好きな選手なんで、ずっと使いたいんで、スキル優先で振りましたね。今はあんま使ってないんだけど、実際に使うと、やっぱりね、クロスとかこういうモーションありますし、使っていて面白い選手ですね。で、おすすめの育成がこちら。上から4、5、9、12、11と。いろいろね、ベッカムに関しては試して、これが一番使いやすいですね。で、やっぱね、中盤で使うより、右ウィングとかで、クロスは、ちょっとね、幅取る選手として使ってあげるのがいいのかなと思います。逆足品の精度やや低い普通なんだけど、実はね、左足でめちゃくちゃミドル、今後決まるんで、気にせずに打ってみてください。今の環境でも戦えないっていうわけではないんで、ベッカムが好きな方は取ってもいいのかなと思います。ただ、最強のスカット目指してる方のチームには残んないと思うんで、そこは参考にしてください。続いて、マケレレ話していくんですけど、ハードプレスで、ブースターがデュエルプラス2ということで、初期能力はこんな感じですね。めっちゃ強いね。能力に関してはもう十分すぎるほどありますね。で、スキルもダブタ、ワンパ、マンマークインターセプト、闘争心と。いいもの持ってますし、ただブロッカーやバトラー追加してあげたいね。非常に優秀な選手なんですけど、やっぱり一つ気になるのが身長が174センチと。ちょっと低いんだよね。実際に試合で使っていて、ボールの取り感とか反応はめちゃくちゃいいよ。いいんだけど、いや、それ身長もう少しでかかったら取れたなっていうシーンが何回もあるんで、自分はビエラ使ってます。ワンボランチというよりは、ツーボランチで、守備特化の選手として使うのがいいのかなと思います。直近で登場した代表版との比較はこんな感じ。さすがに代表版の方が強いね。ただね、明確な違いが一つあって、チェルシー版マケレレは CMF できるのと、
ダブルタッチがついている。まあ、この部分は結構大きいところかなと思います。まあ、4-3-3 とか、ワンボランチのフォーメーションで、ワンボランチアンカーの選手を置いて、CMF に負けれるみたいな使い方もできるんで、まあ、そういった面では、チェルシー版でも、まあ、いろいろ使い方できて、その点では優秀かなと思います。まあ、代表が持ってたら乗り換えはしなくていいんですけど、あとは同じプレイスタイルで気になるところで言うと、ビエラですよね。まあ、こう見ると、やっぱりビエラの方が足元あるように見えますし、瞬発フィジカル高いんですけど、マケレレの方がディフェンスプラス8、守備意識プラス5、ボール出しプラス2、そしてスタミナも高いということで、まあ、この点ではやっぱり守備能力っていうところで見るとマケレレの方が優秀ですね。でもさー、ビエラ192センチでマケレレ174よ。この差でけえよなー。18センチ差、まあ、やっぱ使っていて感じる部分であるんで、まあ、ビエラ持ってる方は取らなくていいのかなと思います。まあ、逆に言うとビエラ持ってなかったら、まあ、マケレレみたいな守備特化の選手一人で取った方がいいと思うんで、まあ、ビエラ持ってない方にとってはマケレレガチスカに入ってくる選手かなと思います。まあ、実際に使っていて、スキル追加がブロックアイバトル足裏、この3つだけですね。まあ、あとはスルーパスとか追加してもいいのかなと思うんですけど、まあ、全然これでやれてますね。まあ、おすすめの育成がこんな感じですね。まあ、もし獲得した方は参考にしてみてください。まあ、といったところでいろいろ比較もやったんですけど、まあ、マケレレがこの中だと一番当たりかなと思います。まあ、そして最後露出キーについて話していくんですけど、マジでごめんなさい、この選手全然使ってないです。ただスキル足裏ミドルワンポワンシュースルーパスと、まあ、あとダブタつけるだけで優秀ですし、適性も広いし能力も万能なんですけど、まあけどこのタイプ結構いるしなーっていうね、ところであんま使わないっすね。まあ、なのでマケレレベッカムが、まあ、この中の注目選手で、特にマケレレって感じですね。まあ、最後に獲得必須級かどうかっていうところでまとめていくと、まあスルーでいいのかなと思います。とりあえず今週の木曜日エピックデータ追加もあるかもしんないんで、まあ、それに入ってる選手を見て飛行か決めるのもいいと思いますし、まあ、もしアップデが来る場合、おそらく来週の月曜日が現役ビッグタイムになってくるんで、まあそのためにスルーしてもいいのかなと思います。まあ、もちろん選手が好きな方は引いていいんですけど、まあ、ガチスカ系の選手欲しい方はスルーでもいいのかなと思います。まあ、ということで、まあ、今回ね選手比較そして評価やっていきました。しっかり400試合以上使っている選手たちなんで、しっかり参考にはなるのかなと思います。まあ、ぜひね、またこういう評価動画とか最新情報動画でまとめていくんで、最後にチャンネル登録、高評価してお待ちください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。